にちは、まみです。今回は減塩をテーマにお話ししたいなと思います。なんで減塩って思われるかもしれないんですけど、塩分とスポーツは深い関わりがあります。あと腱の体づくりサポートをする上でも重要な部分かなと思うので、そのあたりについてお話しできたらなと思います。まず一つは、塩分の食事をすることによってむくみやすくなるっていうことですね。塩辛いものを食べる、したら喉が渇く、でいつもよりも水をたくさん取る。そうすると体の中に水分が増えてきます。で、体の中では何が起こっているかというと、塩分は水分を引きつける作用があるので、さらに体の中に溜め込んでしまう。でこれがまあむくみの正体ですね。なのでまあ単純に水分量が体の中で増えてしまうということと、まあ、塩分の性質で体の中に溜め込んでしまうっていう、この2つから、まあ、体重の増加も結構むくみが関係している場合もあるので、まあ、そういったところも注意が必要かなと思います。で腱の場合も、まあ、もともと味の濃い食事を食べることが多かったので、結構むくんでるなと思う時も実際ありました。なのでまあ減量する上でも結構関わってくるかなと思うので、今後も注意して見ていきたいなと思います。それからもう一つは、パフォーマンスに影響してくるっていうことですね。で、まあ、先ほどと一緒なんですけど、塩分を取りすぎることによって、体の水分が増えます。で血液も水分でできているので、血液の量が増える。で心臓が血液をポンプの働きで全身に送っているので、そうすると、まあ、心臓にも負担がかかってくることになるんですね。で、まあ、心拍数にも影響するでしょうし、そうするとやっぱりロードバイクのトレーニングする上でも心拍数とか皆さん気にされると思うんですけど、そういったところでパフォーマンスに影響してくるのではないかなと思います。なので、まあ、普段から気をつけてられるとは思うんですけれど、今一度塩分の摂取についても見直していただくことによって、より良い、ロードバイクのパフォーマンスにつながるのではないかなっていう、まあ、一つの提案ですねをしていきたいなと思います。じゃあ一体1日どのくらいの塩分の摂取量にすればいいのかっていう話なんですけど、実はもう目標っていうのは出てまして、厚生労働省の方からだったかな、男性では1日 8g 未満、女性では 7g 未満っていう風に決められています。で、まあ、日本の食事っていうのはもともと塩分の多い食事が多いので、そういったところから世界から見ると日本は結構緩めに設定はされているらしいんですけど、まあ、8g っていうとあんまりピンとこないかもしれないんですけど、平均値ですね、調査で分かっている、塩分の日本人の摂取量っていうのは、その目標とする 8g よりもプラス2から 3g ぐらい多いですよっていうふうに言われています。なのでまあ少ない方もいらっしゃるかもしれませんし、かなりオーバーしてる方もいらっしゃるかもしれませんし、でもまあ大概の場合、普通の食事をしていると結構塩分って使ってたりするので、あとまあ塩だけじゃなくてですね、お醤油とか味噌とか分かりやすいところもありますし、食品の中自体に塩分っていうのももともと含まれてはいたりするので、食事の食べる内容によっては知らない間に摂っているっていう可能性もあるので、ちょっとその辺も注意が必要かなと思います。で、実際の減塩の方法ですね、いくつかご紹介できたらと思います。まず一つは、味蕾細胞って呼ばれる舌の味を感じる細胞があるんですけど、そこを意識した食べ方をするっていうところがポイントになります。まあ、例えばですね、お刺身を食べるっていう時にお醤油つけて食べられると思うんですけど、皆さんどうやって食べられますかね。例えばお箸で持って、刺身をお醤油にちょんちょんと、両面にべったりつけるよっていう方も中にはいらっしゃるかもしれないです。そ
とした場合、表面ついたる状態で口の中に入っていきますよね。でそうすると、下になってる部分っていうのは、ちょうど味蕾細胞に乗っかるのでちゃんと味は感じると思います。ただ上側になっている部分っていうのは上顎にくっつくだけなので、そこには味蕾細胞ないですよね。上顎で味感じますっていう人多分いないと思うんですけど、なのでその分の醤油っていうのはいらないんじゃないかなっていう話ですね。これちょっと私も管理栄養士の他の先生に教えてもらってなるほどって思ったことなので、ちょっとぜひともご紹介したかったんですけど、なんでまあその先生の場合だったらわさびに少し醤油をつけて、それをまあお刺身の上にまんべんなく伸ばして食べるんですって。まあそうするとだいぶお醤油の量っていうのは減らせますし、まあ私もあるんですけど、お刺身を醤油につけようとしてちょっとでいいのにドボンって使ってしまったりすることもあったので、そういったことも防げるんかなとは思いました。なんでまあもし今度お刺身食べる機会があったらぜひ試してみてほしいなと思います。はい、で今のお刺身のパターンでもう一つ、サラダなんかでも、ドレッシングを上からかけるではなくって、つけて食べるっていう方法もあります。っていうのは、ドレッシングを上からかけます。そしたら野菜から水分がどうしても出てきてしまうので、最初この方になると溜まってたりすると思うんですよ。でそれってやっぱり無駄な調味料ってことになりますよね。それを防ぐのにも、野菜の方をつまんでつけて、直接それも同じで舌の上にの味蕾細胞の上に乗せてしまえば、ちゃんと 100% 味を感じることができるので、無駄なく味わうことができますし、まああれですよね、野菜の水分が出るっていうことはその分薄まってしまうこともあるので、それで多分私はサラダ食べるときはこのぐらいドレッシングかけんと美味しく食べれんっていう風に習慣的に思ってドレッシングを必要以上にかけてしまっているではないかなって思うんですけど、まあそういったところも防げますよね。もう本当にだからつけた分だけしか入らないので必要最低限の塩分で済むっていうのが、まあ一応具体例を交えて味蕾細胞を意識した食べ方ですねになります。であとはまあ調理される方向けになるんですけど、調味料はなるべく最小限にするっていうことですね。まあそれはそうだろうっていう話なんですけど、どうやったら最小限になるかっていう話ですね。と一番究極の、減塩方法じゃないかなと私的に個人的に思っているのは、例えば野菜でも肉でも魚でもそうですけど、加熱をする場合に、まあ、茹でるなり蒸すなり焼くなり炒めるなりしてしまって、でもうそのままとりあえず調理終えるんです。で食べる前にそれも同じで自分の好きなお味のソースなり調味料なり準備しておいて、そこにつけて食べるっていう方法ですね。まあ、そうすれば自分で作られる場合も調味料ほぼ使わなくていいですよね。それがまあ一番究極かなとは思いますし、そうじゃなかっても煮物とかする場合とかだったら、まあ、だし汁でまずはよく煮込むんですよね。でそこに最初から調味料を入れてしまうと煮汁が多い状態で加熱するので薄まってしまいますね。それも同じで、なので、まあ、煮汁が少なくなるまで本当の最終段階まで、塩分っていうのを入れずに置いといて、本当の本当の最後に表面に味がつくぐらいにするっていうのも一つの方法かなとは思います。あとは塩以外の調味料でもいろいろとあるので、そういったものを
利用するっていうことですね。まあ、結構これ有名な話かもしれません。まあ酸味だったりとか香辛料を使うだったりとか、あとは調味料以外で薬味を使うだったりとか、まあネギとか生姜とか、ニンニクとかみょうがとか香りの強い野菜を入れてみるとか、あとはナッツ類だったりとか、ごまとか香ばしいようなお味のものを入れる。でまあ調理で若干焼き目をつけるとかいう香ばしさの使い方もありますし、あとはまあ旨味ですね。お出汁しっかり効かせてもらえれば結構満足して食べれることが多いので、ほんと塩ってそんな実はなくても食べれるものかなとは思っています。私個人的に好きなのは黒胡椒ですね。胡椒は塩分ゼロです。でそれをうまく使って、例えば炒め物した時にも、まあ普通塩胡椒で下味つけると思うんですけど、まあ最低限にしておいて、でちょっとやっぱり味足らんなって思った時に黒胡椒をちょっと多めにかける。そうするとそれだけでちょっとピリッと刺激があって美味しく食べれたりしますので、よく私は最後に胡椒をかけたりとかしてます。で、あとはこれも分かりやすいところで言うと、麺類とか汁物とかお漬物、梅干しなどなど、まあ塩分の多いような食品っていうのを把握しておいて、それを極力控えるっていうことですね。麺類だったら、ラーメンで言うと1杯で 6g ぐらいいってしまう場合もあります。お汁も全部飲んだ場合ですけど、そうするとそれでまあほぼ1日分いってしまいますよね。なんでラーメン食べた日って他のもの味付けれないんですよね。そうなってしまったら困るので、なるべくラーメン食べる頻度多い方は 1回でも減らすとかですよね。それでも立派な減塩かなと思います。で、あとお汁物で言えば1杯で1から 2g ぐらいの塩分あると言われているので、まあそれもそうですね、1日1杯までにしておくっていうのがまあ一つの目安になってくるんじゃないかなと思いますし、まあ汁も考えようで、豚汁みたいに、具沢山のものにしてもらってお汁を最小限にしてもらえれば、そんな塩分いかないかもしれません。なので、まあ、なるべく汁食べるときって具をたくさん入れてもらって食べれるようにすると、まあ前回の話ともつながりますけど、それも立派な野菜とか肉類も入れてもらえれば、ちょっとタンパク源とかっていう栄養補給のできるお汁になるので、ただのね例えばわかめとかが浮いてるだけのお汁っていうよりかは全然栄養価も変わってきます。なのでまあ汁物を作られる時の具の選び方だったりとかっていうのもテクニックの一つかなと思います。あと漬物とか食べる場は食べる量によりますけど、それも 1g から 2g ぐらい1回でてしまうんじゃないかなとは思うので、毎食食べてる方だったらまあ1日1回にするとか、どうしても食べたいんだったら1回の量を半分にするとか、そこも立派な原因かなと思います。で、まあ、難しく考えずに、まあ、平均して 2g から 3g 多いよって言われてるので、毎日毎日ちょっとずつの積み重ねて実践できれば十分範囲かなと思います。最後に言うならば食べる量ですね、まあ、減量に絡めて言うと余計なんですけど、いくら薄味の料理ばっかり並んでいても食べる量が多ければその分塩分の摂取量っていうのはやっぱり多くなってくるので、ちゃんとした目安の量分かっていただいて、でそれに合わせて調整して食べるっていうことはやっぱり何よりも大事なことかなと思います。はい、今回は減塩についてのお話でした。まだまだごく一部のお話で、紹介できてないことたくさんあります。なのでまあ
今回ちょっと県の体づくりサポート企画お軸なので、まあ、県がの体重増加の原因の一つにむくみもあるんではないかっていうことと、あとはもともとの塩分の多い食事をしてた経緯があるので、そこの改善につながればいいかなっていうところですねをまず話したかったっていうのと、あとは皆さんもその心拍数とか気にされてトレーニングとかされてると思うので、そこのパフォーマンスがもう少し上がるには、その心臓の塩分による心臓の負担を減らせるんじゃないかなっていう視点も少し触れたかったので、今回この話にさせてもらいました。他にまだ紹介できてないことはおいおい、入れていけたな入れていけたらいいなと思っております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。